もうやばいっすよ。やんなよかかったなと心から思ってて、うわ、まあ、男は結局そういうことです。こんにちは、てるです。本日はですね、僕今月で23歳になります。はい、ということで、最近ね、結構インスタとか TikTok、YouTube もね、まあ、フォローとかチャンネル登録ね、していただいてる方も増えてきて、改めて DM とか投稿でね、まあ、自己紹介してくださいとか、なんかいろんな質問いただくんですよ。で、最近ありがたいことにちょっとね、いろいろブランドの方がね、忙しくてですね、今回シンス秋冬1周年ということで、DM だったりね、投稿のコメントがね、最近あまり返していなくて、改めて皆さんからいただいた質問にね、答えていこうかなと思います。で、今回ね、インスタのストーリーで、服も仕事も恋愛もプライベートも何でも気になることあれば、質問してくださいというね、質問箱をね、やったので、カメラマンさんのりょうさんに多かったのとかも選んでいただいたので、いろいろ話していければなと思います。あんなことやそんなことを聞いていこうかな。怖い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 。まあ、あんまり YouTube とか、まあ、インスタでもそうなんですけど、自分のこと話すことまあないじゃないですか。何者なんだと、なんか最近まで学生やってたみたいな感じだったり、あ、なんかよくわかんないけどなんかやってんのかなみたいな、気になる方も結構意外とありがたいことにね、いるみたいで、前回この質問コーナーやったのが年末かな、12月31日、確か大晦日か、うん、なんかやったと思うんですけど、それもすごく大好評だったので、今回もね、やっていこうと思います。では早速、お、まあ、一つ目だから、はい、改めて軽く自己紹介お願いします。お、年齢が23歳になる01ですね。01の誕生日が7月28日生まれの埼玉県出身で、埼玉県出身なんですけど、お父さんが沖縄で、お母さん東京なんですよ。好きな食べ物は焼肉とお寿司とオムライス、ハンバーグとか、そしてがっつり系が好きです。で、身長181センチ、体重66キロの、サッカーやってました、ずっと。もう12年間、小1から高3までサッカーやってました。趣味はサッカーすること、お酒を飲むこと、まあ、店舗とか SNS もそうなんですけど、洋服ディグってる時間結構好きですね。 MBTI 教えて。 MBTI 最近流行りの、はい、あれなんですよ、あのサングラス持った黄色いあいつっすよ。あいつだ。朝起きて一番にすることは何ですか？シャワー浴びます、毎日。普段ヘアワックスは使ったりしますか？最近は、まあ、これナチュラルの時はオイルとか、うん、あとは最近のスターのクリームタイプの、ね、スタイリング使ってます。宿毛矯正はどこでしてますか？宿毛矯正はシンっていう病室で、椎名小林さんにしてもらってます。半年に1回ぐらいしてますね。眉毛を整えて失敗してから濃さが違くて段差があるんですが、どうしたらいいですか？マジ絶対眉毛さんも行った方がいいですね、うん、それは僕がいつも言ってる、予約いろいろ取れる取れないとか、まあその場所とか日程があるんで2つ行ってるんですけど、うん、ここかここどっちもすごくおすすめです。よかったら行ってみてください。休みの日は何をしてますか？休み、まあ、最近丸1日ないんですけど、うん、午前だけ空いてる日とかはもう寝て、ネットフリックス見てます。それこそキングダムとかヒーローアカ、アニメめっちゃ見てます。夜とか空いてる日とかはもう友達と飲み行きますね、絶対。あとは、でも飲み行ってますかね、基本は。だから服買いに行ったりとか、服見に行ったりとか。まあ服はなんか休みの日ってより合間に行ってます。その仕事と仕事の間ある時とか、3時間ある時に編集終わってたりする時は服見に行ったりするんで、がっつりは最近行けてないんですけど。ここは絶対見に行くみたいな。あ、定期的にやっぱ行くのはキャロルとか、下北だとダメドンとか、下北近い時は行きますし、はいはいはい、あとはオーラリーとか見ますね。オーラリー見に行ったり、ね、あとグラフペーパー見たり、はい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 、あとそれだとエイトンついでに行ったりとか、ワレモコとか、あの辺も結構洋服屋さん多いので、うん、あの辺結構見たりしますね。あとそうブランド古着も見るんですけど、まあ、カインドールとかよく見ますね、はいはい、ファッションで一番お金を使ってもいいアイテムは何ですか？あ、でもそれこそ今日つけてるんですけど、このヴィンテージのブレスレット、これ一番高いんです、今まで買った中で。ファッション関係で、なんでアクセアクセサリーとかもそうですし、まあ、あと靴とか、まあ、僕で言うとカルマンとか持ってますし、今年も AW カルマンのブーツ買ったんですよ。めっちゃごつい、でかいやつ、うん、とか足元と、まあ、アクセサリーとかはいいのかな。おすすめの革靴、コスパ、コスパ重視で言うと、うん、クレマンとか、まあ本当クレマンかな、圧倒的にコスパが良くていいのはクレマン、まあ、あとハルタとかもいいですし、そういった最近僕履いてるバーベキューとか、うんうん、まあ、クレマンとか2万ちょいちょっとぐらいで、バービックもまあ2万から3万4万しないぐらいかなと思うので、本当バービックとクレマンはすごくいいなと思います。夏服でおしゃれに着こなすコツを教えてもらいたいです。夏服でおしゃれに着こなすコツ、まあ、結構夏ってそれこそ僕も着てるんですけど T シャツ、まあ、涼さんも今日 T シャツじゃないですか、うん、もう T シャツかもう襟付きのシャツかポロとかしかないんですよ。そうだ、ね、基本的にはないので、うん、僕としては夏ってそこのバリエーション増やせばいいと思ってて、うん、要は T シャツでもそれこそシャツ、プレーンシャツだったりとか TC 系のね生地のシャツもそうですし、ニット系のニットポロシャツとかだったり、はい、T シャツもこういうグラフィックだったりとか、今涼さんも着てるボーダーとか、うん、そういったこう T シャツの中で幅を持たせたり、襟付きのシャツの形の中でも幅を持たせる、色とかもそうですしデザインとか違うのを集めたり、今年で言うと
トレンドがかなりデニム、ちょっと癖のあるデニムなので、グラデーションデニム買ってみるとか、ブラストのデニム買ってみるとか、デニムの中でも幅を利かせてあげたりとかして、武器というかを少し多めに持っとく。そう、それこそ夏ってやっぱレイヤードとかできないじゃないですか、もう暑い時全くできないんで、できない時は個人的におすすめは結構オールブラックに差し色とかも飽きてきちゃうと思うんですよ。そうだね。ってなってきた時に補色合わせとかおすすめですね。補色合わせ、最近僕やってるのオレンジ×ブルーとか、ちょっとこう同じトーンで合わせるとか、例えばチャコールとライトグレーというか、こう淡い色同士で合わせたりとか、単色に刺すっていうよりかはトーンを合わせてみるだとか、補色で合わせてみるっていうのもロジック的におしゃれに見えるので、ぜひよかったらそういう色合わせとかも参考にしてみてください。コーデ組む時のお気に入りの色の組み合わせ。お気に入りの色の組み合わせか、うん、僕が好きなのは、まあ、ブルーブラック、無難にブルーブラック、 あとは、まあ、ホワイトブラックかける一色っていうより小物みたいな、モノトーンプラスちょっと小物多めバッグ持ったりとか、オレンジブルーとか補色の合わせだったり、結構しっくりきたのがオールブラックに差し色っていうかカーキだったりチャコールが好きです。身につける小物は何から入ったらいいですか？と僕はもうずっとつけてるのピアスなんで、ピアスはもう超おすすめ。やっぱ顔周りが明るく見えるんで、マジ毎日つけてるんですよ。ずっとつけて、お風呂でもつけてても、僕925つけてるんでシルバーの、マジ錆びないんですよ。あとはまあ今つけてないですけどネックレスとか、はいはい、優先順位むずいな。アクセサリーの中だったら1位ピアス、2位ブレスレットバングル、はい、3位ネックレスで、まあ、4位がリングとかかな。その次、まあ、アクセサリー揃えた後に優先順位は、僕たちはもうバッグ、アクセサリー、アイウェアですかね。この順番でぜひチャレンジしてみてください。バッグってどういうのがいいんだろう？バッグは僕の中で2個あって、はいはい、大きめの本当便利な、はい、大きめなショルダーバッグ、かなり今年トレンドなので、はいはい、大きめなショルダーバッグでなおかつ物もいっぱい入るしみたいなバッグと、はいはい、もう1個は小さめのショルダーバッグでもいいですし、ハンドバッグとか、まあ、トートバッグとか、その2軸で2つ持っておけば間違いなく最初は大丈夫だと思います。シンスの夏のおすすめは何ですか？夏のおすすめか、やっぱ僕としては最近発売したこの T シャツ、グラフィック T、 これかなりこだわって作ったので、これめちゃくちゃおすすめですね。あとはショーツ類、ショーツかなりいいです。てかもうメンズショーツ履いたら多分抜け出せなくなると思うんで、特におすすめです。おしゃれになるための第一歩は何ですか？おしゃれになるための第一歩はマジ真似することですね。あ、真似ね。真似すること、まあ、何でもそうですよ。もう何でもだって赤ちゃんの時は全部そうじゃないですか。僕サッカー始めたのも誰かの真似して、見よう見まねやって自分のオリジナリティ生まれてみたいな。まず真似しないとオリジナリティって生まれないと思うんですよ、うん、絶対みんな自分のオリジナル持っててもどっかからこう影響を受けてインスピレーションを得て自分のオリジナリティって生まれると思うので、うん、しっかり真似することで、そこから自分のオリジナリティが生まれていくと思うので、そこからもう好きな方向に行けばいいと思うんですね。なんか雑誌とかマネキンを真似てみるとかね、うんうんうん、はい、もう何でもいいと思います、うん、もう好きな、この人の服装が好きと思うのはその人の着てるものを買ってみるとか、うん、似たものを、でもまあユニクロ G でもいいですけど安いものでちょっと調整してみるとかっていうのでいいと思うので、とりあえず真似してみること、まず行動しないともう何も始まらないので、ぜひ真似してみてください。おすすめの財布ありますか？あ、でも僕これですね。これを去年、そうだ、ちょうど去年の誕生日、大成さん、龍くん、アイビーさん、鈴くんからいただいたんですよ、このマルジェラの財布を。これめっちゃいいです。コンパクトで本当にいい。なんで僕としてはマルジェラすごくおすすめですし、使いやすいですし、まあ、サイズ感もこれいいし、デザインもねシンプルで、これもう超ってこうずっと使ってます。あの日から本当もう360日ぐらい使ってます。他だとこれがなかったら、でもボッテガかマルジェラの違うやつ欲しいです。なんなら高校生におすすめの香水あります、はい、香水、まあ、僕最近紹介してた香水動画でもあるんですけど、うん、まあ、あの僕が高校生の時好きやってた、あれね、あのやつと、はい、あとはなんだろうな、一個ちょっとこうあれはすごい爽やかじゃないですか、学校生活使いみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、ちょっとじゃあ休みの日とか高校生の休日に使うんだったら、まあ、つけやすいのはディプティックのオルフェオンとかオーデルサンス、うんうん、あの辺かなと思います、うん。これは質問ではなくなっちゃうけど、おう、いつもファッションの教科書にさせていただいてます。おお、ありがとうございます。 AW の商品すごく楽しみです。お、嬉しい、ありがとうございます。 AW もねかなりヤバいです。生地から作ってるものだったりとか、去年の AW より少しデザイン性があるっていう感じです。かなりヤバいアイテムあるんですよ。早くうずうずしてて、でもサバから載せて、僕インスタサバこの辺貼っとくんですけど、チラチラ載せてるんですけど、かなりヤバいんで、ぜひフォローしてね見てください。 AW 関係かな。お、ジップパーカー作るよってありますか？作ってます。でもちょっとサンプル段階で確定じゃないんですけど、うんうん、もうジップパーカーのもう、まあ、ちょっと言っちゃったら短丈で、なかなかね低価格帯にはないダブルファスナー使ってたりとか、まあ、ちょっとこれまた後日話させてください。冬服はいつ頃から買い始めていますか？あ、でもそれこそ来月もう買います。冬服もう今年のもうアウターはそいつしか買わないかなってぐらい、ダウンはそいつだけかなっていう、もうやばいっすよ。セレクトショップで購入するんですけど、うん、1着しかないっすよ。そのカラーが1着しかない
ないっていう噂を聞いてて、1着か2着か分かんないですけど、もう本当超少量しかないらしくて、相当やばいね。その僕欲しいカラーが、ちょっとまだ言えないんですけど、後日また紹介したいなと思います。一人暮らしは慣れましたか？慣れました。慣れました。はい、もう1年して、でもそろそろ引っ越します。どう、一人暮らし家事とかしてません？してないです。家してないです。料理もしてません。全くしてません。週ゼロです。そんなテルさんに聞いていいかわかんないけど、なんすか、一人暮らしで絶対買うべきものですえ、聞く人間違えました？間違えてるかもしれない。3選ってむずいの、めっちゃありますよ。冷蔵庫とか洗濯機、ね、とかになってきちゃうから、それ以外、もうそれ以外で洗濯機、冷蔵庫、ベッドとか、それ以外以外でだと、あの IKEA のライトがあるんですよ。あるね、あの暖色のやつ、うん、あれはなんか僕あんまり明るいの好きじゃなくて、家でゆっくりしてる時あるじゃないですか。で家でネットフリックス見たり、うん、映画見るときにそのライト使ってるんですよ。あれタンブラーもあったんですけど、あれはすごい良かったですね。あとは、あ、そうです、鏡、 IKEA の、またこれ IKEA だ、あの IKEA のあの鏡っす、でっかい鏡、まあ、僕服関係の仕事してるんであれなんですけど、あれももらったのタンプレでもらい物しかない。やっぱこう毎日、僕垢抜けでも言ったんですけど、毎日自分見た方がいいんですよ。今日むくんでんなとか、服装も客観的に見えるじゃないですか。だからあそこで一回コーデ組んで出た方が絶対いいので、これマジ良かったのが、うん、実家で僕バスタオル使ってたんですよ、でかいやつ、ホテルとかにある。でも一人暮らし最初それ使ってたんですよ、うん、もう洗濯がもうやばくて、あれもう超もうめっちゃ取るじゃないですか。でもガサすぎてもう足らなくなるじゃないですか、うん、足らなくなったら僕ハンドタオルみたいな、フェイスタオルをバスタオル側にしたんですよ、はい、したら、うんうん、これでこと足りるやんってなって、はい、なってからバスタオルやめてからそっちにして、すごい QOL っていうんですか、うん、楽になったんですよ、はい、洗濯物の量も減るし、拭く時も楽というか、うん、タオル研究所のやつ使ってて、僕 Amazon のあれでも十分です。なんであれに変えてすごい良かったなと思ってるので、まあ結論、デカ鏡、あと間接照明っていうんですかね、でかいシルバーのやつ、タオル研究所のタオル。高校生の時にやっていたバイトで楽しかったバイトって何ですか？僕バイト自体はスーパーとアパレルしかやってないんですよ。で、まあ、他で派遣にいろいろやったんですよ。引っ越しとか、なんかこう流れてくる荷物をこうやるやつみたいなやったんですけど、楽しかったバイト言ったら一番やっぱアパレルですかね。まあ、スーパーも楽しかったですけど、アパレルのやっぱ僕服好きなんで楽しかったっていうのと、あとマジでおすすめしないバイト紹介します。めっちゃ簡単ですよ。誰でもできる日当13,000円みたいなあったんですよ。こう流れてくるのをこう置くだけみたいな、やんなよかったなと心から思ってて、マジできつくて、ちょっと説明させてください。もうここにこういうレーン流れてくるんですよ、物が、うん、流れ、それをこっちなんかこう置くみたいな、うん、でまずレーンがこう取るの楽じゃないですか。こうでこう楽っすよね、うん、でもまずレーンが低く、もうこうなんですよ、こういう低いレーン。荷物動かすだけ系はもう絶対僕やんないって心に誓ってます。あれは本当に要注意ですね。いや、うん、そういう作業が好きな人は結構いいかもね。まあ、そうですね、一人で黙々といる方とかはいいかもしれないです、うん、保育学生で保育園に就職するか悩んでいます。就職先を決めるときの決め手を教えてください。決め手ですね。でもそれで言ったら僕今の仕事してるのも、うん、結論から言うと楽しいから、好きだからっていうのになってくるんで、まずその保育園の先生を自分がやりたいか楽しいか、それをやってワクワクするかどうかで僕は決めてますね。なんか微妙だなとか、なんか他にもっていいのあるんじゃないか、自分がやりたいことあるなと思ったら僕だったら絶対やらないですね。彼女いますか？いません。じゃあ好きなタイプは？好きなタイプはまあ共通してるのはちょっと顔が丸めで、丸めで髪サラサラの子が好きです。髪綺麗な子、それ絶対入ってくる。これ絶対いますね。で肌はちょっと白い子が好きです。肌白くて、でも長さ何でもいいですよ。色とかもある程度何でもよくて、サラサラな子が好きです。あとまあ家庭的な子、ちょっと優しい子が好きです。てる君に一目惚れしました、どうしたらいいですか？まあそうなりますよね。まあそうなると思うんですけど、はい、でもやめといた方がいいですね。やめといた方がいいね。なんか僕も好きになっちゃうとハードルが高すぎて、正直他の人好きになれなくなっちゃうとかわいそう。もらったら嬉しい誕生日プレゼント、おー、なんだろう、それこそ財布とか、まあ、香水とかじゃないですか、うん、みんなとか、まあ、アクセサリーとか多分結構好みがあれなんで、うん、まあ、香水、財布、圧倒的に嬉しいです。ちょうど大成さん帰ってきました。あ、ありますか？じゃあ陶芸家の金の子。あ、陶芸家なんですね。好きなタイプ教えてください。何の好きなタイプですか？もう女の子の。女の子？女の子の好みっす。めっちゃむずいんですけど。はい、何でしょうか？好きなタイプは。なんで、好きなタイプなんですか？なんで個人的には明るい子が好きです。明るい子。はい。はい、はい。元気な子。はい。顔はどういう感じですか？顔、ルセラの。チェボン。チェボンわかんないっす。その子の顔が一番好きっすか？はい、あ、僕佐々木希好きです。昨日も夜中の2時半ぐらいに YouTube 見てました。最近始めたんすよ。あ、可愛いっすよ。これは日本人っぽいっすね。なんか日本人かもしれない。あ、
中国人なんだ。かわいい。ギャルみも若干入ってます。あ、ギャルです、ね、若干ギャル。ギャルすぎないっていう。程よい。程よいギャル、かわいい。肌白くて。はい、うわ、まあ、男は結局そういうことっす。好きだけど結婚できないなと思う女の子。料理できない子。僕が料理できないんで。料理大事だね。料理してできる子じゃないと正直厳しいっす。結婚になるとしたくないっすね。逆に女性のこんなとこに惹かれるみたいなところあったら欲しい。女性のこんなところか。僕その外見のタイプめっちゃ言ったんですけど、うん、まあ実際付き合ってなると顔っていうかもう圧倒的に中身じゃないですか、うんうん、なんで気利く子だから僕よく会食とか最近行くんですよ、うんうん、なった時に、まあ、先輩たち多いじゃないですか。年上の方、年上の経営者の方とかとご飯行くんで、うんうん、その女性も場にいたりする時に、まあ、気使ったりするんですよ、うん、でもなんかそれ以上に気を使える子とかは、うわ、この子いい子だなってなりますね。お皿まず最初に配ったりとか、いろいろこう届く時とかも飲み物とかもこうなくなりそうな時に話がちょっと食い入れた瞬間に、うん、何飲みますかとか、何飲むって聞いてくれる子は、わ、いいなみたいな、おってなりますね。彼女にするなら年上、うん、年下、同い年。同い年以外どっちかというと年上、下、上が、あ、上が、はい、お姉さん、お姉さん好きですね。自己成長を感じる反面、友達と価値観が合わなくなってきて辛いです。はい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 、そうありますね、はい、そういう時期めちゃくちゃいいことっすね。うん、うん、それこそ一人暮らしする前とか結構地元の友達で週1回ぐらい飲んだ時期あって、やっぱいろいろ話すと合うやつ合わないやつ出てきたなみたいななるんですよ。でもあっちからするとなんか僕が成長してるのに、なんかあっちからするとうわお前変わったなみたいな思われ方したりもするじゃないですか、はいはい、なんでそこでなんかお前成長したなとかいいなって言ってくれるのは本当友達なんですよ、うんうん、逆になんかお前変わっちゃったなとか、なんかネガティブ捉えられたりとか微妙な感じになっちゃったら、まあそこまでかなって割り切って接するのがいいのかなと僕は思います。メンタルが弱くてすぐ落ち込んだり考え込んだりしてしまいます。おお、アドバイスください。でもなんか僕の考えるメンタル論というか、うん、メンタルの捉え方なんですけど、なんか大前提メンタルが強い弱いってあんまりないと思ってて、そういうのも例えば嫌なことあるじゃないですか。だから僕だったらこうアンチコメントされるとかもう多分最初は誰しも傷つくと思うんですよ。でもそれがもう数が多かったりひどいこと言われすぎるとなんか慣れてくるんですよね、それに。あとは、まあ、それ以上に固い気持ちというか、なんか自分の中で信念があれば、まあ、そんなに言われても何も思わないみたいなのがあるので、まあ、とりあえず悩んだ時は僕は飲みに行ったりとか、あとめっちゃ寝る、寝たら忘れてるんだよ大体。飲んだ時に人にもうわーって話して最後まで泣いちゃうぐらい、泣いて涙流してもう爆睡して朝起きたりって忘れてます。なんかないですか、大成さんに向けた質問みたいな。どうしてもやる気が出ない日どうするんですか。おー、やる気出ない日、どうしてもやる気出ない日は無理に出さない。出さない、間違いないっす、はい、マジで全く同じこと思いました。無理なの、はい、がモチベーションカウンターが身近にいると。あ、自分の周りの10人が今の自分の環境を作るんで、はい、そもそも環境大事ですよね。ネガティブな人の周りにいないっていう、はい、ポジティブな人たちと一緒にいればモチベーション下がったとしても上げてくれる人たちが多い。間違いないです。で、環境ですよね。とにかくネガティブオーラを出してる人に近づかない、はい、それは本当にそうですね、もう完全に。仕事で落ち込んだ時どうしてますか。なんかみんな落ち込みますね、だいぶやたら落ち込みますね。何度どうしたんだみんな。でも本当全く同じです。飲み行ったりでも寝ます。これあんま良くないですけど、うん、あの人のせいにしよう、すごく、はい、全部捉え方だったんですよ、人生何でもかんでも捉え方なんで、絶対に自分だけが悪いってことはまずないんですよ。自分だけが悪くない可能性あるんで人のせいにして、でもどっから自分が悪いと思ったんですよ一番。それを自分のせいにばっかりしたと自分がきついじゃないですか。だから性格いい人は人生なんかきついだろうなって思っちゃいます。めっちゃ性格悪いんで全部人のせいにしますって。今日そんな深く頷かないでください。元カノの人数、元カノ4人。服を買うときに気にするポイントは何ですか。服を買うときに気にするポイントは、でも僕マジ一目惚れ多いですね。恋愛僕そうなんですけど一目惚れめっちゃ多いんですよ。ビビッと来たら買うみたいな。でも多分そのビビッと来てる中でもめっちゃいいなって思うわけじゃないですか。多分その心の中の打ち明け的にはこれ着回しできるなとか、多分いろいろ頭で考えてるんですよ。このデニム買ったらこのトップスとも合わせられるし、でこの靴も合うしこの靴も合うなみたいな、うんうん、とか、もうもしくは自分の持ってるクローゼットのこのピースにガチッとめっちゃハマるとか、まあ多いですかね。一目惚れが多いです。SNS 発信を始めたいのですが、撮影から編集までどのくらい時間かかってますか。おお、かなり最近ね本当に多いんですよ DM にも、SNS 始めたいって子多くて、うん、撮影から編集までっていうと、まずその撮影編集の前にリサーチっていうのがあるんですね、うん、どういう動画を作ろうとかどういう動画が伸びやすいかなって考える時間があるんですけど、うんうん、そういうのを含めるとリサーチは大体ショート動画って1時間ぐらいで、撮影も大体1時間ぐらいですかね、うん、で編集も1時間
ちょっとぐらい。なんで全部でまあ3時間から4時間。はい、で YouTube は僕委託してるんですよ。まあ、3人編集者の方いて、撮影時間が1本大体1時間半とか。で、出るのが15分とかじゃないですか。うん、なんでリサーチ1時間、撮影がまあ1時間半から2時間。まあ編集は1時間半から2時間の撮影を15分から20分にして、まあ、クオリティにもよると思うんですよ。りょうさんのクオリティが。でも丸1日かかるよ。1日っすよね。多分ほんと時間だったら10時間ぐらいですよね。10時間ぐらいかかるそうです。いつもありがとうございます。ロールモデル誰ですか？ですね、今ほんとロールモデルっていう方いなくて、でももともと僕、まあ、SNS 始める前から源氏さんずっと見てたんですよ。ずっと見てて、まあ、なんかこういう人になりたいなみたいな感じで言ってましたね。源氏さんと、まあ、今でもすごく憧れてますし尊敬してますし、ご飯ね連れてってくださったこととかあったりして、2人で行ったこともありますし、何人かでね連れてっていただいたこともあって、ほんと今でも大尊敬してるんですけど、今のこういう人になりたいなっていうのなくて、この人のこの服装いいなとかあります、ピンポイントでは。もう全体的なのは本当になくて、今自分自分でいろいろ模索してる中で、いろいろね本当に、まあ、りょうさんも気づくかもしれないですけど、この1年なんなら半年めちゃくちゃ考え方があったんですよ。それこそ4月に登記して自分で会社始めるってなってから、いろんな経営者の方あったりとか、今はひたすらこの時間とお金を経験とか知識に使いまくってる時期なんですよ。考え方変わりすぎて自分の行きたい道とかも変わってて、だから僕は結構夢とかあんま言わないじゃないですか。大々的に決まってはいるよっていうもの言ってないのは、そういうのもあって誤解されちゃうかなっていう、変わるんですよ、うん、それが当たり前だしいいと思ってて、ポジティブな方で変わってるんで、でも大元は変わってない、大きい夢は変わってないですよ、そこまでの道筋だったり生き方、なり方、寄り道が逆に近道になってたりとか、いろいろあってっていう感じですかね。そんなテレさんの30歳までの人生計画を教えてください。わあ、ちょっとこれも言えないですけど、まあ、じゃあ1個言います。30まで20代で取れる、あのフォーブスっていうのですね、フォーブスジャパン、まあ、あれには絶対入ります。それこそフォーブスにね選ばれてる方にも何人かお会いしたんですけど、やっぱすごいですね。規模が違う、常識がない、いい意味で。そういう人じゃないとなかなかそこまでいけないんだなと思いました。じゃあついに最後です。お、最後、誕生日を迎えて、はい、23歳の抱負。抱負か、いろいろあります。自分自身の会社としてのシンスの目標だったり、他の事業の目標いろいろあるんですけど、まあ、シンスとしてはもう一気にこの秋冬ボッとぶち抜きたいなと。本当に今ブランドがねもうすごい勢いで成長してるんですよ。もう ZOZO の方とミーティングするためにもうシンスやばいねと、もう成長スピードが半端ないともう言っていただけるんですけど、さらにもうがっつりって一気にもうトップトップ、トップオブトップまでもう一気に今年の秋冬で登るためのいい企画だったりとか、いい生地使ったり、いい工場を使わせてもらったりして、もう勝つ準備をもう今整えてますっていうのと、個人的に今年じゃ何か成し遂げるとかではなくて、今はまだ社会人1年目ですし、成長するタイミングだなと思ってるので、ほんとさっきもちょっと言ったんですけど、ほんと時間とお金をもう全て経験と知識にもう全突破ぶち込みたいなと思ってます。なのでいろんな失敗もしたいですし、いろんな経験だったりを積んで知識も蓄えて、まあ、人としてもうちょいね大きくなれたらと思います。はい、ということで今回はね、もうそろそろ23歳になるということで、僕の自己紹介だったりとか、その他もろもろ僕のことを知ってもらえる機会になったんではないかなと思います。あんまりねこの動画最後まで見ていただいている方はもういつもの動画に比べたら少ないと思うんですけど、ぜひここまで見ていただいた方はぜひよかったらあのコメントとかでね、他にもまだ質問ねいっぱいあるかなと思うので、気になることとかあったらぜひコメントでたくさん質問書いてください。ということで今回もね最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Making her nose runny, she melted. I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis. Move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me.